どうも、しょいてぃぃぃでーす。りょうへいです。はい、お願いしまーす。はい、というわけでやってきました。はい、本日は野球ギア紹介ということでやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。今回は、はい、アンダーシャツをご紹介します。はい、まあ、僕らはね、ずーっとアクティブームというね、うん、柄のあるね、はい、アンダーシャツ着てましたけど、今回はその新たなメーカーさんが登場したということで、すぐそういうのをアンテナ貼ってるんで、はいはいはい、すぐ手に入れちゃいます。はい、で、実際もうね、着てます。はい、今着てます。で、まあ今ここまでは見せますけど、まあ、見た感じね、ソフトフィット。締め付けはそんなないですよ。うん。うん、リラックスフィットって辛いのかな。そう、ソフトフィットのか、締め付けのないちょうどいい締まりになったもんね。かといってダボダボでもない。そうですね、クロスポさんっていうね、はい、そこで作られたメーカーということで着てるんですけど、まあ、デザインもそうですけど、マークも素晴らしいんです。このアンダーシャツ本当に人気でして、大注目のアンダーシャツになっております。はい、プロの選手も聞くことによると、巨人の選手とかも来てらっしゃったり、まあ、他の球団選手も結構来てて、まあ、アマチュアでも結構いろんな人がもう来てると。う、はい、だからもう多分見てる人でもう持ってるし、結構前にもう僕持ってますよ、着てますよっていう人いるかもしれない。でそのアンダーシャツの名前がジーニーと言います。ディズニーっぽい、アラジンっぽいですね。そうですね、はい、ジーニーというお名前のアンダーシャツになります。はい、じゃあそろそろお披露目しましょうか。そうですね、はい、それではお見せします。それがこちら。はい、ということで、いやー、なんだこの柄、これすごくないですか。ちょっと見てほしいんですけど、柄を。はい、で、これよく見たらなんか大きさが違うんですよ。これすごくないですか。鱗みたいですよね。そう、鱗っぽいの、確かに。で、ここね、切られて、で、脇のところがね、メッシュになってるんですよね。はい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 、はい、脇のところメッシュになってまして、風通しとか、そう、風通しがいいんでね。はいはい、すごくいいアンダーシャツになってます。いや、これ良すぎない。いや、軽い。軽いよね。着てるか着てないか分かんないぐらい、こう裸なんじゃねえかっていうぐらいこうなっちゃうんですけど、本当にこれおしゃれでかっこいいですよ ね。 そうですね。僕らはね、今後こちらも着てってね、はい、プレーいろいろしていきたいと思います。はいはい、で、カラーなんですけど、まあ今ブルーを着てます僕ら。はい、はい、一応ネイビーとブラックもあります。はいはい、で今回ブラックはちょっとないんですけど、うん、ネイビーがあるんで、ちょっとネイビーも着てみましょうか。はいはい、それがはい、こちらとなります。ちょっと亮平くん前行って、ちょっと、そうですね、なんか柄もほぼほぼ一緒なんですけど、なんか若干違うかな。一緒かな、一緒かな、ちょっと違うかな。うん、まあでも同じような柄で、やっぱり伸びもいいし、後ろも、はい、このような感じ。はいはいはい、まあ、これもリラックスフィットだし、うん、本当に着てるか着てないか分かんない。はい、そうですね、まあ流行りですからね、リラックスフィットが今。そうですね、なんかこう投げるときにこうなんか引っかかりもないし、変なストレスがないって言ったらいいのかな。これはもう僕は多分いっぱい着ちゃいますまた。うん、でこれおサイズなんですけど、はい、なんとサイズ結構広いんですよ。いいですね。 XS まであります。違う違う、空手違うやべえ、ジュニアサイズからしかねえじゃんはい、でこちら XS から XXL まであります。でこれはクロスポさんで販売されてます。で、サカゼンさんって知ってます？サカゼンってよく都内とかにある、そう、なんかサイズの大きいのが売ってるお店、はい、池袋で大きい看板があるお店ですね。そうそうそう、サカゼンさん、そこにも実は販売されてそうで。スポーツショップじゃないのにっていう。そうっす、そこのお店はさらに上が、さらに大きいサイズも売ってるってことで。すげえな、びっくりですよね。これで江頭も困らない。そうそう、江頭困らないですね。江頭どういいんだ。サイズがね、たくさんあるんで、うん、まあ、小さい方から大きい方でも着れますと。そうですね、女子野球の方とかも正直言っちゃうと消しの方もいるじゃないですか、うん、男子野球でも僕みたいなキャッチャーな人もいると思うんですよ、はい、ってなったらこれ S サイズなんですけど、実際全然いい感じですし、僕より細い方なんかは全然 XS で、そうだ、もう一個下のね、はい、やつがあるんで、まあ男性も女性も着れるかなっていう、まああとは本当におしゃれだから誰が着てもいいっていう。そうですね、で、それだけじゃないです。クロスボさんで購入しますと、はい、マークも入れることができる。はい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 、はい、ということで、ショー ATV のシルエットがあったんで、それをね送らせてもらって、うん、お任せですって言ったんですよ。デザインお任せです、はいはい、両兵のもお任せです。ただ良平ってこう普通のロゴって言ったり、ロゴというかアルファベットを送ってなんかお願いしますって言ったら、まあ今僕は青も着ちゃってるんで青も一緒に見せます。はい、はいはい、このようなデザインになりました。どうですかこれ。良平は、自分は、まあ、良平なんですけど、なんかフロム、そうフロム翔平 TV と、いや思いつかねえよこんなのそう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 、思いつかない、本当に。いやもう本当デザイナーさんすごいと思って、うん、本当にありがたい。いや本当にありがとうございます本当にありがとうございます本当に。ではこれを着てキャッチボールしていきたいと思います。それではやっていきましょう。 GO!
次のショー投げやすい。いや、ほんとこう来てないみたいですよ、マジで。なんか偶然ですけど、二人とも源田使ってます。この前だってグローブ拾えてなかったやばい、今日これいいな、ほんと。最近俺意識してることがあって、投げるときあまりこっち向かないようにしようと思って、なんかこう腕がこう出にくいかなと思ってね、最近ね、最近今日から意識はこうしようって意識は前からあった。そう、前からあった、前からあった。なるべくこうひねらないように、手よりこっちだけ、足だけ、そう、やばい嘘でしょ、嘘でしょ。今の落ちないやつです。明日投げたいな俺。はい、というわけで、はい、やってまいりました。やっぱ軽くて、うん、引っかかりがないから、そうです、伸びがいい分、うん、投げやすい。これはリピート連発です、これは。はい、というわけでこちらの、アンダーシャツ紹介しました。素晴らしい、ほんとかっこいいんでね、もし購入希望気になった方はぜひともチェックしてください。もうリンク貼ってありますので、はい、チェックの方お願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が多いと思うんだよね。そうそうそう。でしかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの源田モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、源田グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に横から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた決め玉で。